福井鉄道80系電車福井鉄道80系電車は1948年に登場した福井鉄道の電車である。2編成全4両が在籍2006年に全廃された。80系電車の大元は1921年製造の南海鉄道電号系である。もうゆに521から524の4両が福井鉄道に譲渡され、 1948年に入線、一両一編成の単行列車として、福竹線を中心に運行した。導入当初は、主電動機出力の違いによって、以下のように80系、90系の2形式に分かれていた。当時の車両は片側に扉の木造車体であり、上渡にあたって、前後それぞれの扉に、福井市内の平用軌道区間での乗降を用として、 折りたたみ式のステップが取り付けられていた。1950年に80系の主電動機が DK36 からメガイト1 0 4 a に換装された。なお、これらの木造車体は車体更新時に廃棄されているが、うち1両分が南越線村国駅の待合所として、動線配線まで利用された。 1956年に老朽化対策として日本車両製造で申請された構成車体に更新された。また、すべての車両の主電動機がメガバイト 104A に換装された。これに伴い、車両番号について以下のように改められた。これ以降しばらく一両一編成の単行列車として運用されていたが、 福武線路面区間のカーブ改良によって徐々に二両連結運転も行われるようになった。1978年1月には、型運転台化改造し二両一編成に改められた。この時、車両番号を再び一下のように改められた。この際、モハ81及び改版後のモハ82に関しては、歯車比の変更や制御機の変更、 MG の新設等を行っている。広告者となっていた82号編成。末期は写真のような広告であった。80系の車内。1987年11月、日本国有鉄道の廃車発生品により、カルダン駆動化された。1988年7月に82編成が、1992年7月に81編成が、冷房化された。 また、1991年5月から9月にかけて、制御機を、K、計半 1800K で使用されていた ES555 に換装された。これ以外にも、微灯交換や、床面改装などが行われた。このように車体や台車などが何度か改造、更新され、ほとんどすべての部品が置き換えられているため、南海時代の面影はなくなっていた。時掲載の写真が、 最終的な形態で、この時点では製造当時からの部分は残っていたとしても連結機ぐらいではないかとされる。二両編成後の車両内部はセミクロスシートで構成されていた。もともと運転台はあった。連結部付近には座席がなく、天井面に見える運転台との仕切り跡など、両運転台時代の名残が残っていた。二編成中、81号編成は、 オリジナル塗装で運行していたが、82号編成はラッピングされ、広告電車として使われた。更新前から数えると、福井鉄道で60年近く運行を続け、2006年4月1日からの元名古屋鉄道の低唱車両導入により、廃車の見込みとされていたが、ラッシュ時の収容力の大きさから4月21日の880計運行開始まで運行を続けた。 同年6月24日25日には120型と共にさよなら運転が実施され、廃車となった。ありがとうございます。